時も命もとこしなえに咲く今は昔とある大星雲の片隅にこの宇宙の平和を司る弁財天の親子がいたそうな。この弁財天は今で言うところのシングルマザーでありましたが、大層娘を可愛がり、娘も母の愛に育まれてすくすくと育っておったそうな。ところが時が進むにつれ、この大宇宙の中にも秩序のない狼藉者がどんどん増えてきたのじゃ。そこでマナ娘の将来を案じた弁財天は、少し時計の針を遡らせ、娘を0歳の時分に戻して優しく寝かしつけると、可愛らしい桃型宇宙船にふんわりと登場させ、泣く泣く宇宙船の発射ボタンを押したのでありました。この娘をきっと健やかに育ててくれるであろうソードマスターのもとへ旅立たせるために、この大きな宇宙の中から弁財天の霊力によってたった一人選ばれた老人が暮らしていたのは池袋という町でした。さて、たった一人のマナ娘に真の修行を積ませるため、小さな道場に娘を送り込む決心をした弁財天。でもやはりそこは親心、3匹の眷属を娘のお供につかせることにしたそうな。これら3匹の眷属を娘の守護役として送り込んだのだが、私は守られてるっていう安心感が修行の妨げになってはいけないので、彼ら3匹の記憶は全て初期化してますし、娘の方もこんな頼りなさそうな3匹が自分の守護役だなんて夢にも思っちゃいませんぞ。さあ、そして時は今、弁財天のマナ娘が大きな桃に抱かれつつ、悠久の宇宙の波に乗り、どんぶらこどんぶらことこの地にたどり着いてから、この星の時計で16年という月日が経ったそうな。おいおい、彼女たちよ、俺たちとちょっくら遊びに行くのか、それとも君らのお財布を置いていくか、どっちかに決めてくれよ。遊びに行った帰りにお財布置いていくのもいいけどな。どっちでもいいんだけど、マイエットも決めてくんねえと俺たちもそんなに我慢強いタイプじゃないからね。さあ行こっか、怖がらなくていいんだよ。俺たち代わりにやると結構優しいんだよ。なんなら彼氏になってあげてもいいんだよ。描いたような悪者たち、その子たちから離れる。なんだこいつ、でっけえ桃から飛び出してきやがった。お前の方が絵に描いたような登場だろうが。おもしれ、こいつの財布もいただいちまおうぜ。しぇー。古いんだよ。ほら、ももちゃん
やまだまだだな。あんなやつはさ2秒で倒さないと。2秒。おせろ、また暴れとったな。暴力あかんと何か言わせんね。だってさ今はこの子たちがあいつらに絡まれたから。そうなんです。おじいさん、ももちゃん私たちを助けてくれようとして。いついかなる場合でも暴力はあかんのっちゃ。暴力じゃないって言ってるでしょ、この石やだな。うわ、お前は剣の道を学ぶ修行寺の名だ。それがなやお前、あんな一般ピープル相手して。あかん、もうこれは罰やな。今日の道場で素振り千本や。げへえ、千本。ああ、千本千本。おたら道場で待ってるからな、逃げんなよ。いいんだよ、二人とも本当に危ないとこだったんだから私が助けて当然なんだよ。え、じゃあ二人とも気をつけて帰るんだよ。また何かあったらすぐ私に電話してね。ありがとう、じゃあね。じゃあね。あのさ、ももちゃん、私ん、私ってずっと勝てないのかな。あ、おいおいおい、え、ももちゃんどうしてそんな強いの。私、うん、うーん、まあ毎日おじいちゃんたちと鍛えていくからね。ドリコちゃん、ほら早く帰んな。私ももう道場行かなきゃだから。分かった、じゃあまたね。うん、じゃあね、バイバイ。カラオケ行こう。カラオケ、うん、行こう。私も少しでいいから普通に女子高生の放課後してみたかったな。まあでもこれが私の使命だからそれでいいや、仕方ない。いやでもでもね、せめてあんなこうるさい頑固じじいじゃなくて時々夢に出てくる優しいお母さんと一緒に暮らしたかったな。っていうかさ、もう剣だったらおじいちゃんに負けないんだから、そろそろ本当の鬼退治の旅に行きたい。実際に強い鬼と戦ってそいつを打ち倒して自分の使命をはっきりと感じたい。あ、そしたらきっとみんなも喜んでくれるし。そうだ、もしかしたらその長い旅の途中でばったりお母さんに会えるかも。そしたらまた一緒に暮らせるかも。そうだ、私鬼退治の旅に出かけなくちゃ。
臭くなってきちゃったな。お手、お座り、伏せ、伏せ。何、牙向いた、しかもうなってるし。うなってない、うなってない、しかも牙も向いてない。うちょ、引っかいた、引っかいた、うわ、引っかかれた。誰か、誰か。いや、引っかいてねえし、ただちょっとだけ肉球が当たっちゃっただけだし。捕まえろ、捕まえろ。何よ何よ、逮捕だ逮捕だ。捕獲だ捕獲。何なの、あんたたち。保健所に連絡しろ、保健所に連絡しろ。犬と人間は縄文時代からの友達でしょ。もしもし、警察ですか。あの、今こちらですね、非常に凶暴な犬が出現しまして、非常に危険な状態です。急ぎ急ぎ出動お願いします。していませんね。そんなことないです。例えばキラキラ輝いている友達と自分を比較して落ち込んだりしていませんか。そんなことありません。あ、そう、じゃあ人違いか。あなたみたいな方にとってもいいウイロ、あ、唐からやってきた妙薬があったんですけどね。人違いか、残念。あ、すいません。あの、ここにおる三人の者はいずれ踊らん剣の達人や。まあよその道場行ったら師範、いや、まあ道場主になってもおかしないぐらいの腕前やな。そやけどこの道場にはわしがおる限り、まあ単なる門弟や。あ、うん、そこでや、桃太郎、お前ももう高校生や。そろそろ一流の剣でも覚えてみようか。え、今？ああ。うん、か、始め。リア、フォー、一本。次。始め。フォー、一本。よし、飛んで。下がれ。始め。なかなか上達とるようやな。まあね。ああ、まあ実技試験は合格にしといたろ。実技試験。そうや。お前、わしに黙ってることあるやろ。え、わしになんか言わなあかんことあるのちゃうか。なんだろう。あ、
朝トイレ長いから早く出てほしい。それもそうかもしれんけど、そんなことはないねん、お前の人生に関わるめっちゃ重大なことがあるやろ。もしかして鬼退治の旅のこと？それそれそれやろ、それ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 、その話。でももうそれいいの。え、なんで？いいっていうかさ、おじいちゃん一人じゃうちのこと何にもできないし、それに一人じゃ寂しくなっちゃうでしょ。人をもうろくじじ扱いしやがって。わしはな、お前なんかおらんでもな、一人で何でもできるし、寂しないわ。お前はな、お前の道を行け。私の道？うん、お前の道や。見よ、この文具を。いや、何なのこれ。ええか、これがわしの言うことをよう聞けよ。な、実はな、カクカクしかしかえ、ちょっと待って。じゃあその私の夢に時々出てくるお母さんっていうのは、それな、そのお前が乗ってきた桃型スペースシャトルの中にこの手紙も入ってたんや。手紙？桃太郎、この手紙を読んでいるあなたはもうとても大きくなっているのでしょうね。改めて、はじめまして。私はあなたの母です。今あなたがこの手紙を手にしているということは、おじいさまのもとから旅立つ時が近づいているということなのでしょうね。立派に剣を学んだ証です。三匹の眷属。おじいちゃん、ん、眷属って何？まあ、家来のようなもんやな。これからあなたを待ち受けるさまざまな試練の時も、あなたの瞳に輝く美しい光を決して忘れず、自分に与えられた力、そして自分の定めを信じて、一歩ずつしっかりと歩みなさい。大切に育ててくれたおじいさんとのお別れは辛いかもしれないけれど、きちんとご挨拶をして、そして旅立ちなさい。あなたがこれから向かう道の無事をお母さんはずっとずっと祈っています。あなたの母より。お母さん、行ってきます。ちょ、待て、まあ、ここはお前わしとの感動的な別れの子、こういうやついるやろ、これ。あ、ごめん、おじいちゃんのこと忘れてた。いい、なんでいい。あ、お前そんなな。あ、ごめん。うん、まあそれはともかく、んわしはお前の旅立ちそう簡単には許せんからな。あれ、何さっきはさ、お前の道を行けとかさ、感動的なこと言ってたのに。さっきはもしお前がどうしても鬼退治の旅に出ようというのなら、まず目の前のこのわしを倒してから行け。真剣勝負や。いや、ちょっと待って、これで、さあ、どこからでも買ってこい。これ、こっちじゃないの？これを持て。ほら。いや、まずはじゃんけんからでしょ。ああ、じゃんけんからだな。やるの？やるの？
最初はグーじゃんけんぽん、はい、返そう。じゃあ行くね。はい。桃太郎、達者でな。旅の無事を祈っておるぞ。兄者。なあ、どうした。俺たち鬼だよね。おお、俺たちは鬼だ。悲しいかな、鬼だ。え、悲しいの。ああ、悲しい。なぜなら俺は鬼だからな。そしてこの社会の鬼とは一般的にあまり物事を深く考えていない乱暴者だからな。あ、深く考えてないんだ。あのね、お前、ちなみに何か用か。ちなみに何か用かって兄者が呼んだんだろう。あ、そうか。あ、そうだったら、あ、すまんすまんすまん。何せあまり物事を深く考えていない乱暴者だからな。さあ、いでよ。突然舞い込んだ謎の情報提供者。誰？彼女の名はうつせみ。多分容姿のコードネームだ。ああ、そうだよね。裏あかき女子の名前にしちゃあね。なんだと？裏あかき女子の名前にしたら何なんだ？特に深く意味はないさ。兄者だって物事を深く考えてないんだろ。そうか。あ、そうだったな。すまんすまんすまん。いや、実はだ、この数日間というもの、なんとなく嫌な予感というか、虫の知らせととも言うべきものをひしひしと感じて、気持ちがささくれだっておったのだ。ささくれ。ああ、そしてこの胸騒ぎの理由をこの患者が申すにはだな、ついに我らの世界にも、この新世紀にふさわしいミレニアム桃太郎が再臨したとのこと。兄者、再臨って？お前ほんとバカだな、お前は。じゃないの、再臨というのはだな。ちょっと、あんたたち兄弟に任せてたら全く話が進まないから、もう私から説明するね。よろしく頼む。お願いします。桃だな、それは。あれ、あれ、タナマーてなもんよ。おお、今のがミレニアム桃太郎ということか。そうよ。おお、そしてそのミレニアム桃太郎とやらば、我ら鬼一族にとって最大にして永遠のライバル、あのきびだんごとどんぶらこが売りだった初代桃太郎の血統を受け継いでおるのか。また棒よ。おお、なんか時代劇に登場する小松さくれた娘っぽい。ありがとう。あ、貴様、弟青鬼、あの桃太郎の子孫が再臨しておるというのに、よくもそんなのんきなことを言っておられるな、お前は。いや、だって僕たちまだ彼と面識がないし。あれ、何今のこの失礼な感じ。だから、あんたたち兄弟はぬるいんだよ。貴様のせいでわしまでぬるいことになってしまったではないか。ああ、何を何を、何なのよ。言っとくけどね、ミレニアム桃太郎は彼とは限らないよ。はあ、新世紀の桃太郎はそう、プリンセスなんだよ。バカにするでない、この小葉っぱ。我らの祖先を誰だと思うて、その平安口を叩いておるのじゃ。そうよ、わしらの祖先はこの日の本の国の平安時代を
暗黒の恐怖に陥らしてんどうつ。我ら暗闇に潜む乱暴者の力を甘く見る狙いはミレニアム桃太郎なんぞでもやつだけよ。へえ、ちっと荒くれ者の血引いてんだね。でもミレニアム桃太郎ってそう簡単には負けないんだから、しっかり心構えしとくんだね。じゃあ私の役目はこれで終わりだから、あとは高みの見物と寄らせてもらうよ。さあ桃太郎、どこからでもやってこい。わしら鬼はいつでも暗黒の闇にする。お前の放つそのまばゆいばかりの光でさえもこの漆黒の闇の底にまでは届かんだろう。この闇の深さに触れて恐れおののくがよい。そしてわしらはお前のそのか細い足を捕らえ暗黒の淵に引きずり込んでやろう。早く来い桃太郎、クロンの闇の底で待っておるぞ。だからさ、そういう社会を改善したいのよ俺はさ。だっておかしいでしょ、俺たちの方が明らかに人間よりも能力が高い部分たくさんあるわけだからさ。でもさ、飼い主さんと一緒に散歩したりするの楽しいよ。ボール投げてもらったりしてさ。頭脱げんの？脱げるよ、だって帽子だもん。これ猿って分かりやすいようにかぶってただけだもん。はい、じゃあ話本題に戻すと、お前そのボール遊びとか飽きてたよね。まあね、暑い日に何度も走らされると飽きちゃう時あるね。でしょ、だからその辺りをさ、草の根運動してさ、俺たちが好きな時に好きな遊びしていいよっていう社会にしたいのよ。そんなことできんのかな。できるかもよ。誰？俺。いやだから俺って言ってるお前誰だ。俺様。もういい、おい、ちょっと待って、そこの猿、お前この世の中を変えたいんだろ。そこの猿。あのね、いくら何年も初対面の君にそこの猿呼ばわりされる覚えないよ。ああ、それは知って、ここのところお前ら社会からはみ出した動物たちの動向を探っていたので、ついつい一方的に親近感を感じてしまい、知らぬ知らぬうちに無遠慮になってしまっていたことをお詫びさせてもらう。なんだか面倒くさい鳥だな。あ、面倒くさい鳥。面倒くさい鳥とは何だ貴様。だって鳥だろ。確かに。バカども、鳥は鳥でも KIJI キジだ。ケガテガキキジだ。この日の元の鳥類を代表するようなキジだ。お前らみたいな野の者と一緒にするんじゃ。一緒にするなんて、もともとお前が話しかけてきたんだろ。そうだそうだ。そうだ、しっけ、お前らのバカなノリに巻き込まれるところだったよ。なんかいちいち尺に触るやつだな。噛みすぎちまおうか。おー、やめろやめろ。私は無益な戦いはしない、建設的な性格なんだ。お前らと違っている異性的なんだ。向こう、お、もに何？え？バサバサ。なあ、もう分かった分かった。俺たちはただでさえ少数で改革派の動物なんだ。お互いに歩み寄ろうじゃない。手を取り合って力合わせようよ。ケツが赤い猿のくせになかなかいいこと言うな。わあ、こんな赤くなった。ケツが赤いのは乱暴な証拠らしいぞ。ぐえら、別に乱暴じゃありません。やめてください、近づかないでください。完全な猿です。あいつだ。め、人にケツぶつけてんじゃねえよ。ちょっとちょっと、二人とも理性ないよ。帰ろう。痛い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 暴力は良くないんだぞ。あれ、人間なのに俺たちの言葉は分かんの？適当言ってんだな。適当じゃない、そこの取れ！け！なんで？なぜなら、俺様は桃太郎だからだ。俺様は何でも知ってるし、この宇宙で一番強いんだ。大きく出たな。天下一超えてるな。盛りすぎじゃね。大した意味なく喧嘩するぐらい元気が有り余ってんなら、
私の家来になって鬼退治手伝ってみない？この21世紀に鬼退治とか言ってたら笑われちゃうよ。俺は動物愛護活動に忙しいから遠慮しとく。俺も誰かの家来になるなんてまっぴらごめんだな。こいつらじゃなかった。あのさ、お？あのさ、それ何？え？そのあんたが腰につけてるそれ何？あ、これ？うん、そう。これはね、うちのおじいちゃんが大好きなきびだんご、私の長旅のおやつに持ってけって。でも実際好きじゃないんだよね、これ甘すぎに。それくれる？え、ちょっと食べてみたい。いやでもこれ甘いよ。うん、ちょっと食べてみたい。お、そう、じゃあじゃあこれあげるから私の嫌いになる？うん、嫌いになるからきびだんごください。うわ、食い物に釣られて。犬っつうな、食い物に接そうねえな。うるさい、ください。おじいちゃんのきびだんごのおかげで嫌いができたぞ。はーい。あはー、うー、どうしてこう犬って人にすり寄りやがんだ。嘆かわしいな。うわ、うまっ。なにこれ、うまっ。これなんか元気出た。なんかヤバいもん入れてる？あー、うちのおじいちゃんのことだからなんか入れてっかもしんない。すっぽんとかまぶす。ほんと、道理で元気出るわ。でもね、なんといってもうまいわ。ほしめっちゃいいただきました。桃太郎様、先ほどは大変失礼いたしました。どうぞ私めも家来の一人にお加えください。その代わりといってはなんですが、そのお腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。うわ、なんだお前、めっちゃひよってんじゃん。犬がすり寄るところの騒ぎじゃねえじゃん。うるさい、禁止なさい、取り目。私はきびだんごうんぬんでなく、この桃太郎様の輝きについていこうと決めたのじゃ。あ、まぶしい、まぶ、あぶしい。とことん情けのない連中だな。さーい、動物の楽園を目指していたはずなのに、そんなちっぽけなきびだんごが食いたいがために人間にすり寄るとは。おい、それもこれも貴様のせいだ。この哀れな2匹をたぶらかしよって。何言ってんだ、たぶらかしてなんかないだろ。確かにきびだんご食べたかもしんないけど、二人は自分で決めたんだよ、私の気合になるって。それは決めんだ、俺は納得できません。鳥獣類の誇りにかけて貴様に勝負を挑む。さあ、桃太郎とやら剣を抜け。ちょっと待って、取り相手に抜く剣はないよ。何を、うん、だって私の剣は我が家直伝の鬼切り丸だもん。鳥切り丸じゃないもん。鳥切り丸。もはや完全だな。膝尋常にバス勝負じゃ。行くぞ。さあ、そこまかん。抜いたな、鬼切り丸を。ここまで見事に伝えられるとは。桃太郎殿、恥を忍んで申せ、そなたの家来に拙者も加えてはもらえるか。なんだよ、これだけ大騒ぎしといて結局家来になるんじゃん。うるさい、お前らみたいに食べ物に釣られたわけではないね。家来は家来だもんねえ。もう分かったって。どんな形でも家来になってくれたことは嬉しいから、これからはさ、みんなで力を合わせて鬼を退治しよう。おー、よし、じゃあこれから実際私と一緒に鬼ヶ島目指してもらうんだけど、
まあなんせ長旅になりそうだからさ、こうなんていうか長旅のリクエストっていうか、あの団体行動要望ってある？あ、よろしいでございますでしょうか。はい、じゃあ犬、はい、うん、あのでございますね、うん、私敬語が苦手なの。だから桃太郎様にもタメ口でよろしいでございますでしょうか。家来の心得がなってねえな。全然いいよそんなこと。本当？だってその方が喋りやすいもんね。うん、いいの？いいの？本当にいいの？うん、まあみんなは私の家来だけど、まずは友達になろう。おーよっしゃ行くぞー。あー、そしたらすいませんけど、あの友達ついでに俺もきび団子もらえたりします。結局自分も食べたいんじゃん。やっぱり団子目当てか。ちげえよ、団子はおまけなのついでなら。やったー。で、おい団子はどうしたんだよ。団子くれよ。おい、拙者の親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を経って二十里上方宗師小田原一色町を過ぎなされて青物町を上りへおいでなせるれば、欄干橋虎屋遠右衛門ただいま停発いたして遠斎と名乗りまする。岩町より大津森までお手に入れまするこの癖は、昔陳の国の当時ういろうという人我が町へ来たり帝へ三代の折からこの薬を深く米置き、持ちうるときは一流ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮香と申す。ただいまはかな薬ことのほか正常に広まり、方々に偽看板を出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持っておいろうと知るせしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ湯治においでなさるか、または伊勢御三宮の折からは必ず門違いなされまするな。お上りならば右の方、お下りなれば左側、八方が八つ棟、表が三つ棟、玉堂作り、破風には菊に霧の塔の御門をご赦免あって、経図正しき薬でござら。いやいやいや、最前より亀井の自慢ばかり申してもご存じない方には、昇進の故障の丸飲み白川よ船、さらば一流食べかけてその君合いをお目にかけましょう。まずこの薬をかように一流下の上に乗せまして福内へ納めまする。といや、どうも言えのは一心肺肝が健やかになりて、君風の温度より来たり、甲虫微量を生ずるがごとし、魚鳥キノコ麺類の食い合わせ、その他万病速効あること神のごとじゃ。大丈夫かな。それにしてもこれ少しは鬼ヶ島に近づいてんのかな。くたびれたな。鬼に会いに行くのも楽じゃないね。鬼退治する前にこっちの体力がなくなっちまったら元も子もねえからな。よし、みんなご苦労様。じゃあ今日はここで野宿、もう寝ていいよ。はい、消灯勝ち。消灯って最初から電気ついてないし、晩ご飯抜きで消灯って。あ、そっか、ご飯食べるの忘れてた。よく忘れられんね。
いや、私の場合こう何かに集中すると周りが見えなくなるタイプだから、今は鬼退治のことで頭がいっぱいだからお腹なんで。お腹空いてんじゃん。本当だ。いや、でもこれぐらい修行なんだから我慢しないと。はい、もう終始。おやすみー。あー、もう寝よ寝よ。明日もうちの大将にすんげー歩かされるんだから早とこ休むぜ。そうだよ、明日も歩くよ。はい、じゃあおやすみ。もう明日も早くだね。お腹空いてて寝れるかな。いいから目つぶって羊でも数えろよ。羊とか数えたら余計お腹空いちゃいぞ。すごいね、さすが狼の親戚だね。まあね。俺ちょっと向こうで寝る。寝てる間にケツでもかじられたらたまったもんじゃねえからな。いいから、静かに就寝。はやっ。桃太郎、今日もご苦労様でした。少しずつあなたの旅の目的地が近づいてきていますね。今からあなたはこの夢を境にして時代も空間も超え、いよいよ鬼のいる場所へと足を踏み入れるのです。ここから先は厳しい戦いにも出会うでしょう。今から鬼との戦いに備えていくつかの事柄をあなたに伝えます。はい、お母様。まずあなたに仕えてくれている3匹の家来、どうしてこのみんなが選ばれてあなたに仕えているか知っておいてね。まず鬼門がどの方角に記されているかわかる？そう、右上の北東だね。この北東は鬼の出入り口なの。だから鬼はその方角にちなんで牛の角、虎の皮をつけているでしょ。そしてその鬼の方角と対抗している方角は猿、鳥、犬。鬼と対極に位置する方角のパワーを備えた生き物たちがあなたの鬼退治を助けてくれる。猿は賢い知恵を、犬は駆け回る行動力を、鳥は俯瞰して見る情報力を象徴していますから、この3匹がそれぞれの力であなたを助け、無事に鬼退治ができるように導いてくれる。彼らをねぎらい旅を続けなさい。そして真ん中のあなたの名前がなぜ桃太郎なのか。それはね、私たちはずっと昔から桃の花を平和の象徴と考えてきたの。邪悪な鬼に打ち勝つためにその桃の実を投げつけたり、桃の木で作った剣を用いて戦ったりしてきたのです。私たちはずっと昔から桃というものがいろいろな形で悪い鬼を退散させる力があったことを知っていたのです。それで私は桃の持つ聖なる力があなたを守ってくれるように願いを込めて桃太郎と名付けたのですよ。いつかあなたは私の後を継ぎ、この世界、この宇宙の調和を司る存在になる。それまではその可愛らしくて聖なる力に守られた桃太郎という名前でいなさいね。はい、お母様。Oh!
Oh!
一族にとって史上最大の決戦の日である。そこで今日の訓示は我が弟青鬼から。俺やったことないけど、いいのこんな大事な日に。いいからお前ならできるから。そうかできる。それでは誠に僭越ながら、私から本日の結成に際して訓示。いいかお前ら、ついにこの新世紀においてもわしら鬼一族とあの永遠のライバル桃太郎一族との戦いの火蓋が切られる時がやってきた。この混沌とした現代、つゆかり正義という言葉をつぶやくのもはばかられるような時代だが、今こそわしら日陰者の、闇に生きる者の真の実力を思い知らせてやるのだ。光り輝く者だけは尊ばれる社会に風穴を開けるのだ。影に潜み闇に生きるわしら鬼の執念を存分に発揮するのだ。よいかー者だな。よいかー丸だな。いいじゃんお前。本当にこれ結構気持ちいいね。もう一丁。よし決して抜かるな。とうとう合間見えたぞ。鬼一気に退治してくれる。貴様がミレニアム桃太郎か小賢し、帰り討ちにしてくれるわ。やつすぎだぞ。しかし切る。足でまといになっても切る。ちょうど良い頃合いでついてまいれ。
ウイロン？そう、海の向こうから来たサプリメントみたいなもんなんだけどね。これなの。いや、忙しいから後にして。とっても飼い主に好かれるよ。お侍さんだととっても大将に可愛がられて気に入られるんだよ。しかもこれ飲むと戦の中でとっても活躍できるよ。はい、早く、忙しいんでしょ。これ本当に効く？とっても。確かに戦で役に立ちたいし、それでご主人様に喜んでもらえるならいいことだよね。はい、お水飲んで。いらっしゃい。あ、リングも乗りました。鬼切丸、私に力を与えて、ハザ牽制の力は！兄者者ども構うな！兄者早く！ミレニアム桃太郎、わしらの負けじゃ！兄者何を、覇王に、もうよい！この島の主はわしだ。わしの首を打ち都へ持ち帰るがよい。その代わり他の者どもはこの島で生きていくことを許してやってもらいたい。こやつらもわしがいなくなればもう都を脅かすようなことなどもせず、その証としてわしの首を持ち帰るがよい。控えよ鬼、もうよい。兄者一人に行かせるわけにはいかない。桃太郎、私の首も兄者の首と共に持ち帰るがよい。たわけたことを申すな。弟の分際で出過ぎた真似をするな。わしに恥をかかせることだ。私と出来下がれぬ。私も兄者と共に参る。わきまえよ阿王に。どこまで二人とも。二人が切っても切れない間柄の兄弟なんだってことはよく分かった。だからどうせ切っても切れないんだったら、私は二人を切らないことにする。桃ちゃん、エース君に。でも都で散々人を怖がらせたり、里で乱暴な振る舞いをしていたことは悪い。だから今から私が二人に罰を与える。
ねえ、サラエモン、あれ持ってきて。え？あれ！はい。早く！はい。兄者、わからない。はい。市内？早く二人とも、てん！やっとけ！行くよ。えい！だプシュが。じゃ、小娘が。てな、ごめん。あ、ごめんなさい。私もおじいちゃんにこうやって叱られてきたから。もう悪いことはしないよ。はい。次やったら。100回でぶっ叩くかね。はい。すいませんでした。まあ分かりゃいいや。よーし、はい。じゃあ解散。すいませんでした。失礼しました。失礼しました。失礼しました。みんなも助けて。帰ろうか。桃太郎殿。貴殿のご厚意。我が心の深くに染み入り申した。この通りじゃ礼を申す。してまたそなたが孫うことなき桃太郎の家柄のものと知り申したゆえ、この度のそなたの恩に報いるためにも我ら鬼に関して一言お伝えいたしたきよしがござる。兄じゃ、これからそなたが桃太郎として旅を続ける行く手で立ちはだかる真の鬼についての事柄じゃ。え？よくお聞きいただきたい。都でも広く知られた我らを打ち果たしたことで、そなたらは鬼のすべてを退治したかのごとく思ったかもしれんが、それは大きな誤りなのだ。我らは所詮鬼という名前を持ち、影や闇を身にまといつつもその姿を表に表しているものであり、実は真の鬼ではない。真の鬼と昼日中の大通りを歩きながらも人の目にはそれと見えないもの、それはすぐ隣にいる、見えているのに見えない。桃太郎、貴殿の武運を祈り、これだけは伝えておく。真の鬼とは我らのように目につくものではない。すぐ隣にいるのに見えているのに、その真の姿が見えていないものこそ真の鬼なのだ。桃太郎たちは無事に旅続けてるかな。そうだな、あの大将と三匹のことだ。どこまでも進んでいくであろう。やっぱり昔からの言い伝えの通り、桃の光は眩しかったね。そうだな、桃太郎の内側から溢れてくる光の明るさは我らの闇ごときでは到底及ばなかったな。光に触れた闇は消えてゆくしかない。もはや身を隠すべき影も持たぬ。うん、もう隠れないよ。でも消えていく前にミレニアム桃太郎に出会えてよかった。おお、これは奴との出会いで心に光が灯ったか。面目次第もございません。兄者、謝る必要ない。心に光が灯って嬉しかったか。嬉しかった。
この私に果てのない闇に背を向けた報いを受けよう。闇の者は永遠に闇に住め。あおり。兄者だけでも逃げて桃太郎に。今度生まれてくる時は私も光。あおり。わしのたった一人の弟よ。わしは逃げんぞ。なぜならわしもこの小さな光が心に灯ったことを悔いてはおらぬからだ。バカじゃないの。確かに賢くはないかもしれん。だがこの光とともに今消えていくことをみじんも悔いてはおらぬ。役に立つよ。本当？うん。はい、どうぞ。ありがとう。ああ、何してんの、ももちゃん。それ、飲まないと。今すぐ飲まなきゃ。いや、あんまりこういうお薬飲んだことないからさ、私。大丈夫だよ。早く飲まないと。大将！そいつの言うことを聞くな。そいつはもう大将の知ってる友達じゃねえぞ。何よ、何言って
ってんだよこの鳥の化け物。のりこちゃん、ほらももちゃん、早く早く飲めよ。それも口を殺され。ももちゃん、キジの言う通りだよ。こいつの薬飲んじゃダメだよ。ももちゃん、私たちのももちゃんに近づくな。ポーチェ大丈夫？バカな家来、もうあんたたちも私と同じ匂いがしてんだよ。確かにそなたの友が言う通り、その三匹ももはや同じ穴のムジナとでも言うべきか。誰？ももちゃん、多分こいつが鬼だ。こいつの全部から赤鬼と青鬼の血の匂いがする。畜生、やりやがったな。え？ももちゃん、こいつが一番悪いやつだ。じゃあこいつが鬼なの？鬼か、鬼。ではそなたに聞こう。何をもって鬼か。古の人々は闇に隠れるものを鬼と呼んだ。それでは闇に隠れていさえすれば鬼か。それは違う。ああ、ちょうどよかった。今からそなたに目にかける鬼は隠れてはおらぬ、闇に潜んでもおらぬ。ただ彼らは行き過ぎてしまった。彼らは自らの主を愛しすぎてしまった。憧れすぎてしまった。尽くしすぎてしまった。甚だしく過ぎたるものを鬼と呼んではいかがか。私は彼らの心の隙間に種をまいただけ。それが育つかどうかはその場所次第だが、どうやら大変よく育ったようだ。私がまいた鬼の種は。鬼！足でまといたら切ると伝えておいただろう。ももちゃん、ももちゃん、強くてまっすぐなももちゃんが羨ましかった。私はももちゃんみたいにはなれないから、悔しくて意地悪な気持ちを止められなかった。お猫ちゃん、でもやっぱりももちゃんが私たちの光なんだ。意地の悪い子供は闇の底に沈めてしまおう。それでは改めてそなたに紹介しよう。今や私のしもべとも言うべき三匹の鬼だ。行くよ！
これでまた桃ちゃんの家来に戻れる、ぶちのすけに戻れる。桃ちゃん、俺たちの中の鬼を切ってくれてありがとう。俺闇から救われた。大将、最後の件いい件だったな。さあしっかり前に前に進んでいってくれ。俺たちの魂はいつも大将と一緒にいるぜ。ママちゃん、私たちずっとママちゃんの家来だからね。ずっと。生の始めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らす。三階の狂人は狂っていることを知らず、師匠の盲人は目くらであることを悟らず。どうせ闇の中に戻るのなら、生まれてから死ぬまでのほんのひとときくらい一喜一憂せずに闇の中に戻ってはどうか。お前らはすぐに輝こうとする、笑おうとする、光ろうとする。たったひとときこの世に仮住まいしている影らのくせで。影狼だから、儚かないから、限られたほんのひとときだからこそ輝きたいんだよ。たとえ儚かなくても小さくても、私が一筋の光を放つことで誰かの暗い道を一瞬でも照らすことができるのなら、たとえ自己満足って言われても、いくらだってもがき続けてやる。それが私の道だから。今自分の心が感じていること、それが正しいのか正しくないのかなんてまだ私には分からない。でも心の中の誰かが、そっちに行きな、そっちは行っちゃダメだよって、そう言ってくれてる気がする。だから私は自分の心がキラキラ導く方にだけ歩いていくんだってずっと心に決めてる。心が決めたままこの剣を振って切り払うとき、切った跡が光であふれるようにって祈ってる。もし今目の前が暗くて硬くてとっても嫌な感じがしていても、私が切り払うことで一気に光り輝く何かに生まれ変わらせてあげたい。余計なお世話いいよ、そう思っても。でも私はこの剣が解き放つ光でこの世の中を隅々まで光であふれさせてみたい。それが私が桃太郎として生まれてきた理由だし、それが私の運命だから。さあ一番深い闇の奥でずっと凍えていびつにうごめいてきた悲しい魂、そう、あんたの名前だよ、鬼。どう
っからでもかかってきな。私が一刀の的に切れするから。こしゃくなガキめ、闇の中に引きずり込んでやる。Yeah.
丈夫、怪我してない。あなたこそなんてことを。お母さん、私お母さんの後継者としてちゃんと戦えてたかな。戦えてた、誰よりも戦えてたよ。お母さんを風探してた風景に合う。そなたの娘はよくやった。我が子ながら立派だった。これでこの宇宙の調和を司る弁財天の後継者が決まった。おかげさまで。何の闇として光を際立たせる役割を果たしたまで。花の名前だとか大切な言葉たち知らない間に何度も聞く。そなたの時も厳しい戦いだったと聞いておる。私の時よりもずっと立派だった。だって自分の命を差し出して全てを守ろうとしたんだから。それではまた会う時まで。光の力が弱まれば闇と影の時が増す。互いのノリを知り共にあろう。そんな偶然たちに感謝しようよ。粋な計らいに気づいたら不幸よ。不幸よ、死よ、不幸よ、死よ、不幸よ。桃太郎、
私はこの星でまだまだみんなの分まで頑張るから。ももちゃん頑張ってね。私たち今ももちゃんのお母さんのところに戻ったから心配しないで。そっちはまだまだ修行だろ。もっともっと強くなれ。大将。うん。ありがとう。
ございます。